戻ってくれたわね。あれ、いつもの駅に戻ってる。気づいたかしら。そう、無事に妄想を壊せたってことよ。あれ、あ、このおっさん、俺はどうしてここにいるんだ。確かお昼を買いに出たはずで、そしたら駅前が俺の理想の秋葉原みたいになってて、思い出せない。どうにも記憶が曖昧だ。疲れているのかな。今日はもう家に帰ってゆっくり休もう。でもやっぱりなんかおかしいな。行っちゃった。とりあえずこれで一件落着ね。妄想の侵食から世界を守れたわ。いやいや、一件落着じゃないから、いい加減説明してくれって。今日起きたことを一から説明してくれ。俺にも分かるように。仕方ないわね。まあ朝日には知る権利があるわ。この現実で何が起きているのか、そして私たちが何と戦っているのか。耳をかっぽじってよく聞くっち。で、つまりどういうことだ。さっきから何も理解できてないんだけど。だからさっきから説明してる通りよ。現実を侵食する妄想を破壊しているの。変貌した液は妄想の侵食？妄想球の妄想種を倒せば妄想が消える？誰かの妄想が現実を侵食しているの。今回は音田さんの妄想が原因だったのよ。妄想が現実を侵食するって、それこそ妄想の話だろ。だけど実際にその目で見たでしょ。この秋葉原駅が妄想に侵食されていたのも、そして妄想球の妄想種を倒したことで侵食していた妄想が綺麗に消えたのも。そうだけど。これはね、妄想の出来事なんかじゃないの。全て現実で起きていることなのよ。だけどもしそれが現実だとしたら、なんで通行人は駅の異変を気に留めなかったんだ。それこそが妄想の侵食よ。現実を侵食し、それを当たり前だと思わせてしまうの。その異変に気づくことができるのは、その妄想を生んだ本人と、そして私たちだけよ。なあ、お前ら一体何なんだ。侵食する妄想を認識して破壊する、選ばれた存在とでも言えばいいのかな。んで、オイラはその使いマッチ。もしかして俺もその選ばれた存在に含まれてるのか。当たり前じゃない。だからこれからもよろしくね、アサヒ。断る。ちぃ、妄想の侵食とか意味わからないし、俺はただの選ばれたニートだし、それに意外と忙しいんだ。今日だって友達と飯を食いに。って、やば！な、何？どうしたの？忘れてた。水木との約束完全に忘れてた。あいつ怒ってるだろうな。昨日もすっぽかしかけたし、今日はさすがに。メール来てる。どれどれ。100万円が当選しました、今すぐクリッククリックって。あら、当選おめでとう。ただの迷惑メールじゃねえか。水木相当怒ってんのかな。連絡もないなんて。無断遅刻は良くないわ。それに時間にルーズな男はモテないのよ。お前らのせいだろうが。あ、今度こそ水木だ。怒ってないといいな。え？どうかしたの？14時に中央通りのホスマップ本店の横で、寝坊しないように早めに寝るんだよって。あら、約束すっぽかしたのにまた誘ってくれるなんて素敵な友達じゃない。いや違うんだ、昨日と同じ文面のメールなんだ。何言ってるっち？あれ？今度は何？もうさっきから何度も驚かせないでよ。なあ、さっき、今日って日曜日だったよな。そうよ、今日は日曜日。ただそろそろ夜も遅いし、月曜日になってるかも。携帯で日付確認してみてくれ。え、別にいいけど。え、どういうこと？
そんなの俺が聞きたいよ。なあ、教えてくれ。どうして、終わったはずの日曜日が、始まってるんだ。こうして、私たちの日曜日は始まった。永遠に終わらない、目まぐるしい日曜日が。いっぱい笑って、いっぱい泣いた。楽しいこともあれば、辛いこともあった。本当に大変な日曜日だった。だけど仕方なかったのよ。だって私は選ばれた存在だったんだから。そう、私は選ばれた特別な存在だったの。今でもそう信じてる。だってこんなに素敵な思い出を手に入れることができたんだから。テレビの前の皆さん、